それではスタートします。これが自分の自宅です。看板が、目立つ看板があります。ここは平原三丁目ですね。番地が1195-5になります。ここから目的地の船蔵のわらじまで約1時間くらいになります。今5時10分なので、まだまだ余裕があるのでゆっくり進んでいきたいと思います。歩きスマホをしていると注意されるといけないので、目線からは外してちょっと撮影をしています。iPhone のバッテリーが少し気になりますが、大丈夫だと思います。こんにちは。いつも地区で飲んでいるさえというスナックです。ちょっと風が出てきました。雨はまだ大丈夫だと思いますが、ちょうど信号が変わるので渡りたいと思います。ここがクレープティファニーさんですね。で、その反対側が、ここが山新さんになります。そしてその奥が居酒屋商店さんですかね。今5時過ぎなんですけど、まだちょっと暑いですね。結構車の通りが多くなってきています。以前クロワッサンさんがあった場所ですね。
太陽銀行南の病化支店さんですね。岡村病院さんは新しい施設ができそうですね。今ある建物の後ろに建設中です。ここが親友のタカちゃん家です。バイバイ。ナーセリーさんですね。お花屋さんです。携帯持って歩いてるとポケモン GO をしている人じゃないかという目で見られてそうで、ちょっとドキドキしますね。まだ歩いて数分だと思うんですけど、やっぱ暑いですね。ちょっと汗をかいてきましたね。まだまだ長いですね、先は。これが救命堂さんですね。宮古橋さん。ダイソーがあります。
ここがマックスバリューですね。ここは営業24時間になっております。この時間になるとかなり多いですね。新金ですね。延岡、南延岡支店がここですね。とサザンピアさんがここにあります。もう少し行くとピザのドン・キホーテさんがあります。最近はよく月に2回ぐらい半額ピザのキャンペーンをしていたりします。ここですね。で有名な鳥仙さんがここになります。どうせなので南延岡をちょっと経由していきたいと思います。ちょっと道から外れます。ここにありますね。山口酒屋さんがあって、奥が西の丸さんですね。で、南の病科駅がここにあります。暑い。南の病科ですね。では道に戻ります。で、愛宕旅館さんがこちらですね。南の病科駅の真ん前ですね。あそこに郵便局があります。ここは お世話になっているコルク吸収さんとアウターブルダーツバーマリス、で平坂旅館さんですね。でここにちょっとコインランドリーもあります。ランドリーハウスアライブ、ね、南無線さんがこちらです。
鈴木歯科医院さん、田舎スナックアコさん、で亡くなったカラオケ女王と神田川はモビルがまだ取り壊し途中になっています。そこに何かマンションができそうですね。サイクルオートトラトリスさん、あら、あそこ前なんかパソコン屋さんがあったような感じがしたんですけど、看板がもう取れてますね。そこに居酒屋のミサオさんが奥にあります。トレーニングジムのフリーウェイトさんがそこです。と自転車クラブさん、この間自転車修理してもらいました。で JA さんがこちら、で奥にタバル病院があります。5時30分歩き出して20分ぐらいですかね。すでに汗はダクダクですね。ティーナさん、竹吉香さんはあそこですね。前花とか苗が売っていたお店、まだ店舗が入っていませんね。でのメモリードホールです。この間色を塗り替えたばかりですね。壁の色ですね。ここは愛宕山ですね。浅井丸井らしさんです。
信号なので止まります。奥の方に最近できたキングさんが見えますね。で、最近改装したばかりのファミリーマートさんです。で、その奥が旭化成の柔道場になります。行きます。皆さん、お客が来ているようですね。お弁当っていうのも初めて今日見ましたね。お弁当販売も始めたのかな、キングさん。このファミリーマート結構駐車場が広いですね。よくトラックとかも止まっていたりしますね。ここ辺の草むらに前、自分がですね、数年前に寄って帰った時に寝転がって財布かなんかをここ辺に落としちゃったんですよね。今日はそういうことがないように気をつけたいと思います。明日は朝早くから敬老会なので12時には帰って寝ないとやばいですね。浄水産さんですね。ブティックになります。前村不動産ですね。で、カフェレストランのガストが見えてきました。奥には旭化成の煙突も見えてきました。スバルになります。とコスモス薬品ですね。とその前にパルピアさんがあります。その横にこの建物が西松水圧さんですね。この2階、昔山口があったこの2階にはキューピッド延岡という結婚相談所ができています。その横が玉光自動車ですね。
建物が新しくなっています。最近できたばかりですね。ネッツトヨタヒムカが見えてきました。道路の反対側に保険の窓口さんが見えます。その横がもっともっとお弁当屋さんがあります。雪が綺麗に映っております。ちょっとヘルニアで腰を痛めていたので一時歩いてなかったんですよね。久しぶりにこの距離1時間を歩くということになります。ワイワイテレビの事業所ですね。その横が線香ビルになります。早瀬さんの看板を見つけました。この交差点の左側が県病院ですね。見えますかね。どう当たれるかな。分かんない。ちょっと。全然急ぐ必要はないんですけど、やっぱり元からこのスペースが基本なんで、結構早く着くかもしれないですね。いや、ケイスタジオさん。山田電機さん、懐かしい CM のこの木なんの木の看板があります。井村酒店さん、常富小学校の入り口がここですね。明治安田生命です。
横に移転した小判さんが見えます。ここが宮城銀常富支店ですね。歯型マッサージさん、その奥がイオンですね。とそこがオランダさんだったっけ。その奥は弁天堂さん。シガル総裁フットフェアサロンスクラブ、池田書店です。田中屋さん、不動産屋さんですね。あそこが風屋さん。とそこがイオン。西口か。風屋さんですね。また、準備中かな。で、延べ保管でもお世話になっている保険のハートフルさんがこちらですね。日華交渉さんですね。来店さんがあります。年次郎さんのそこですね。ブライダルハウスさん、ジュンさん、カフェ通りさんがそこですね。では閉まっていますね。今
見る目さんがあそこですね。大野さん、で奥にビーグルハウスさんとあります。とばあちゃんちさんですね。歌詞と七万石さんがあそこになります。今売り物件になってますが、丸寿司さんがあったビルがそこですね。中島スポーツさん、藤原酒店さんがあそこ、遠くまで空いている中華料理屋さんがあそこですね。遠くがアリランスさんで、松の寿司さんが目の前ですね。もうここまで来たらあと少しですね。早いかもしれないですね。アリランさんですね。松の寿司さんはでかいですね。
で松の実さんといえばこの人形というかロボットという例が知られています。お辞儀をしてくれます。風が出てきて雨大丈夫かなと思ったけど大丈夫そうですね。蛇さんの新しいお店があそこですね。蛇蔵さんが大瀬川が見えてきました。こんにちは。また今度よろしくお願いします。またはい、楽しんでください。さよです。大瀬川ですね。これから延岡の飲み屋街船蔵中央通り編に入っていきます。プラザホテルがあそこですね。大瀬川の前にあるのでとても眺めがいいと思います。楽天のランキングでも上位に入っていて星もかなり多かったと思います。左手にあるのが商工会議所ですね。31さんがここです。
山下というところが右側ですね。プラザホテルさんの入り口、桃太郎さんになります。そこがエコタさんですね。で、ここが宇都宮さんです。で、ここが人気のあるモンブランさんですね。トヤさんでリンゴ亭さん。今日のバスは、今日は土日祝日なので帰りのバスは24時1分が一つラストですね。9時24分が1本あるか。南影響所までそれぐらいですね。平日も大体似たような感じですね。それまでに12時までか9時までかに入りたいと思います。お、なんだこりゃ、マックジャパンなんかできたのかな。と、ジロリア五感さんがと、京松さんで、反対側いてわらわらさんがで、ノートリバースさんが閉まってますね。で、船市さんがまたそこの反対側、鹿児島銀行の横、その奥がアイウェオさんになります。で、ここが七万石さんですね。奥がワタミンさん、道路信号の奥ですね。とここがチンチクリンさん、寿司たけさん、また釣った方がいいかな。お疲れ様です。と、普通の上等さんとラーメンの日田さんです。と、アーバンヘルスで、丸の内ビルがあそこです。もうすぐ到着ですね。ここも打倒後のさんですね。世界ビルがそこですね。ね、ハンサンコ
エレガンス中央寺がここです。で到着ですね。わらじさんがここです。